おお、ゴドフリー、あんたさえ来てくれれば。この者はニューボーン地区の代表だ。我々の兵隊が確保されているのは以前護衛した荷馬車を覚えているだろう。何商売でやってるんだ。それにゴドフリー、あんたはわしらの恩テテルバとたもとを分かったとき、あの時の恩に報いるため。それで今どういう状況なんだ。オルドの連中が暴れていると聞いたが。奴らは石から順に一つずつ村を、誰かを探しているようだが。おそらく探している。やはり彼女が剣を持っているとみて間違いないようだ。レインズ様、何事だ。丘の上にオルドの軍勢が。噂をすればか。すぐに迎撃の準備をしてくれ。要所から離れすぎず防衛に徹しましょう。あれ、よかった。あれ、これが新たな力。褒めて褒めて。計画通りだな。
ここにも姫様はいなかったなら遠慮する必要はねえ。オルドの民でありながら我々好きなだけ略奪しても構わんぞ。そうはさせんぞ。ギルドの連中か。団長、我々もギルド長に世辞を言うな。今は彼らのような若い世代だ。大将、あの剣聖ゴドフ、まんざら悪い気分に。おごれるものは神兵のごとし、おごりは歴戦の勇士すら。それ聞くのも久しぶり。調子が戻ってきたかい？ええ、おかげさまで。大将、この間と同じで何やら様子がおかしいぜ。まさかあれ、ゴドフリー、どういうことだ。あの魔物の様子は、お前が怪我で伏せていた原因というのは。テテルバメ、すでに戦ったことがあるのならば知っている。お前たち、
大将、一体何が、ま、封印されし黒き守護獣、もう二度と見ることはないと思っ、ゴドフリー、剣は奴らの手、いや、今どこにあるかは奴らがオルドの姫を探しているということ、テテルバメ、母君同様、これ我らニューボーンの者もそれを黙って見過ごすわけに、ゴドフリーよ、何か分かり次第、お前たちには世話ばかりかけてすまん、傭兵団長よ。私は至急ギルドに戻り、後のことはお前に任せる。団長、先ほどの魔物が残っている周囲を確認し、壁を越えた。精進あるのみです。決められた力だ。団長、ここも岩で塞がれ、私たちは。まったく、悪路傭兵団の団員ならば、この程度の岩、うん、割って進めばいいだけのこと。すごい。すごいに決まっているだろう。俺はお前たち白狼傭兵団を率いる団長なのだからな。ここから外に出られそうだ。行くぞコロナ。はい。やはり外はいいな。俺の事情を遮る者がいろいろやることはあるが、まずはコロナ、新団員であるお前を他の団員に紹介せねばな。ここからならニューボーンを経由しギル。団長、コロナ、早くついてこい。はい。オルドの民との全面戦争だってこの間の報復か。連中はギルドにあれだけのことをしたんだ。ギルド長が戻ってから騒ぎになるのも仕方がねえ。団長、まもなくギルド長が到着し、我々も席に座ります。各所で様々な憶測が飛び交っているようだ。我々ギルドはオルドに対し、お前たちは先日のギルドに対する攻撃。まさかと思うがギルド長、このところ目撃されている。そのまさかだ。オルドはかつて封印された4体の黒き守護獣。やはりそうか。15年前の因縁が。ヘイトリードだって。吟遊詩人が歌うよ。かつて帝国を4つに分断。その伝説の悪魔は、15年前、オルドは帝国復活のた、その時は儀式の中心たるオルドの御子を討ち、その儀式の鍵となっていたのが、ギルドは帝国崩壊後
ヘイトリードの監視を目的として組織ゆえに、四大国から遺跡の管理やヘイトリードが復活すれば、それは絶対に防がねばならん。そのためにはギルドに所属するお前たちの力が必要だ。この戦いはギルド史上最大の戦いとなるだろう。諸君らの健闘に期待する。